長官図は地図の技法及び図法の一種で上空から斜めに見下ろしたような形式のものを言う。飛ぶ鳥の目から見たように見えるというのが長官の語義。建物や山などが立体的に描かれる。俯瞰図、パノラマ図とも言う。単なる平面図においては一定の限定された範囲を二次元上に正確に客観的に表示するのに対して長官図では 投視図法を使った三次元的な描画あるいはデフォルメが可能なため、目的に応じて、下記のように制作者の主観や個性を伴う様々な表現が可能である。また、反対の視点は、俯瞰に対して、行間といい、あるいは長官に対して、無視飽きらずという視点や表現法も提案されている。長官図は、古くから様々なテーマで描かれている。 ビデュータ・ディ・ヴェネツィア、ムセオ・コーター、ベネツィア、ヴェネツィア長官図・アルトドルファー、アレクサンドロス大王の戦い界隈の歴史的な長官図としては、レオナルド・ダ・ヴィンチのトスカーナ長官図・ヤコポ・デ・バルバリのヴェネツィア長官図・アルトドルファーのアレクサンドロス大王の戦いなどがある。日本の歴史的な名所や神社仏閣を描いた長官図としては、古くは、 春日大社を描いた奈良時代の春日ガマンダラなどがある。名所案内図としては、秋里里桃著、竹原春長祭が、都名所図へ、斉藤月新、長谷川幸丹が、江戸名所図へ、葛飾北斎東海道名所一覧などがある。浮世絵にも長官図が描かれ、広重、江戸名所百景の深川須崎十万坪などがある。現存最古の長官図としては、 東大事業所円図がある。日本の江戸時代までの広域の景観を描いた長官図としては、室町時代の加納英徳の落中落外図屏風に代表される、京都の景観、風俗を描いた各種の落中落外図屏風、江戸初期の建設途上の江戸の名所、風俗を描いた江戸図屏風、江戸前景を描いた桑ワ経済の江戸一目図屏風などがある。岡山市街長官図。 明治時代以降から観光案内図が多く長官図で描かれるようになった。大正から昭和にかけて活躍した吉田初三郎によるものが知られる。鉄道、自動車の発達による大衆旅行ブームの広がりによりこうした観光案内図が盛んになった。カメラが発達していない時代に絵はがきに描かれた観光地の長官図は旅の記念と土産として盛んになった。さらに、 遊園地やテーマパークや博覧会などの会場案内などにも長官図を見ることができる。現代では都市図、観光案内、商業地域の案内などが多数長官図で書かれている。日本では石原正の鎌倉絵図、神戸絵図などがある。海外でも多数描かれている。ヘルマン・ボルマンのドイツ各地の長官図、ニューヨーク・マテンローズ、万博のサンフランシスコ、 シカゴ USA などがある。山岳長官図も多く描かれている。画家 H.C. ベランは世界の多数のパノラマ作品により名声を確立し多くの山岳図、海底地形図、国立公園図、都市図を描いた。日本でも500沢友也などにより多くの山岳長官図が描かれている。歴史の復元図を長官図で描かれているものもある。 立川博明の江戸時代の江戸周辺の街並みを復元した江戸長官図のシリーズなどがある。建築あるいは造園、ランドスケープ、土木、都市計画の分野では、パース図、パースペクティブ図法あるいは、投資図の一作図技法であり、建築物やランドスケープ、都市計画などの完成予想図は、全体を一望できる長官図で描かれることも多い。長官図を分類する。 定まった方法はないが、描く技法ではおおむね以下のように分類ができる。これらの技法を複合した場合もある。地図等から遠近感を持って、投資投影法の技法を使用して描く。建築物の完成予想図が、投資投影法で描かれることが多く、パース図と呼ばれるのは前述の通りであるが、技法としては、焦点数によって1点投射法、2点投射法、3点。 投資法などで分類される。焦点とは、道路や建物の輪郭を延長した先で一点に収束する点を指す。立川博明の長官図は三点投資法で描かれている。地図等から遠近感を持たずに近くも遠くも同じ大きさで描く。場合は、アイソメトリック法、またはアクソノメトリック投影法などの等格投影法で描かれるものが多い。ヘルマン・ボルマン。 石原正の長官図はアクソノメトリック投影図で描かれている。航空写真、衛星写真と地形データなどから描く。ともり坂系のヒマラヤ大パノラマ、富士山長官図などは衛星写真と地形データと合成して 3D 化した方法によって描いている。常述のような技法によらず、視覚の感覚で描く、または高いところから見た絵画のように描く。 位置関係や遠近の関係をデフォルメして描く。描きたい対象を強調してわかりやすく表現することを目的としている。吉田初三郎の長官図はこの描き方である。投影法の技法を使用する場合でも厳密に描くよりも高さの縮尺を変えて実際よりも高くするなどのデフォルメをする場合もある。コンピュータグラフィックス三次元化なダドルによって描かれる。 長官図は手段としてコンピューターを使用しているが、技法としては上実のような投影法を用いている。コンピューターを駆使する場合でも人間の視点感覚での調整が必要とされ、さらに臨場感を高めるために雲や典型としての鳥や飛行機を追加したりする場合もある。視覚的、直感的にわかりやすい広範な表現が可能であるため、手術の応用が試みられる。 ありがとうございます。